イエーイ、ライト眩しい、ライト眩しいし、ちょっと思いっきり部屋で今ちょっと夜中で大きい声出さなくて、イエーイ、元気さが半減してて申し訳ないんですけど、前なんか質問を募集させてもらってそれを全部答えれなかったので、ちょっとスキンケアで試したいことがあって、それをこうスキンケアしながらお答えしていけたらなと思って、挑戦したいスキンケアがあって、だからちょっと化粧落としてきます。はい、お風呂入りました。じゃあ私はまずこのシカミスト、まず化粧水と美容液は普通にするらしい。でなんか導入乳液とかあるじゃないですか、ここに化粧水が入りやすくするためになんか塗るやつみたいな、あれが欲しいんですけど、未だに買えてないから、このシカミスト先に、とりあえず濡らしたら入りやすい、なんかシカやったら手伝ってくれそうって勝手に思って、塗ってます。化粧水は、ヤクルト。ヤクルトの、ラクトデュー。化粧水はまあ普通に塗ってる。てかさ、恥ずかしいねんけど、なんか、自分の、話すみたいな、自分の言葉で話すみたいな質問を返させてもらうわけやん。恥ずかしい。じゃーん！エスティローダーの、アドバンスとナイトリペア、スポイトで取って、ここまではさっさっさとせな。でドンキでなんか200円ぐらいで売ってたからさ、このパック買いました。なんか赤ちゃんみたいな肌なりたい、甥っ子生まれたから赤ちゃんパックにしようと思って、その甥っ子の肌をさ肌で感じてるから赤ちゃんみたいになりたいと思って、じゃあまずこのパックを敷いて10分。よし、じゃあ質問返していきます。過去の恋愛ということなんですけども、まあ私お付き合い2人さで、恋愛の質問がめっちゃ多くて、その恋愛恋バナしてみたいな感じで、え、ちょっと待って、てかこの状態で喋るのって不愉快、大丈夫そう？うわ、キモすぎる。ちょっとあまりにもキモかった、全然動画消して。私を応援してくださってる方は、多分知ってると思うんですけど、私の元彼のゆうやくんっていう子で、ゆうやと付き合ってて、で、まあ、それ学生時代やったんですけど、今、めっちゃ、だそのお付き合いした二人とも、ほんまに優しくて、いい人で、もう私にももうほんまありがとうって心から思ってるんですけど、まあそれが5、6年も前なんですけどね、今25で。もうほんまにありがとうって思ってて、もういい人で、今私が、こうやってパックしながら人様の前で喋ってるとは思ってないでしょうね。見ないでね。多分見てないとは思うけど。じゃあ次ね。清楚ギャルは好きですか？大好きです。てか可愛くなりたいっていう人を嫌うことが 100% ないです。はい、それな、男の男性とのデートで冷めるポイント、割り勘は OK かどうか、ありかなしかっていうことなんですけど、やっぱ私その自分は割り勘で当然って思ってるので、でそのなんて自分をいいように見せたいとかそんなんなくて、その私なんて絶対奢ってくれへんやろなみたいな、ちょっと急に悲観的で草って感じなんですけどやろなって思ってるから、あ全然奢んねえって、って言われたら好きってなるってだけの話です。別にそんな割り勘あかんとかいいとか何も思ってないんですけど、奢ってもらえたら好きってなるだけの話です。へこんだ時の立ち直り方っていうことなんですけど、もうやっぱ私ってさすごい落ち込むんですよ。悲劇のヒロインタイプなんで、自分が一番しんどい、もう誰よりも私がしんどいんやわってなるタイプですから、何通りも立ち直る方法を用意しますかね。なんか悲しいことって7倍のスピードで体に染み渡るらしいんですよ、人間って。調べたんですよ、なんか落ち込みたくないから。だから当たり前のことって思うとか、まあこんな最後だったら次はえぐい幸せ来るぞとか、
思ってなくても言ってみるとか、笑う、え無理キモすぎるみたいな、だるみたいな感じで言うとか、あまあでも一番は大好きな尊敬してる人とかに、もう海底の岩倉さんっていう大好きな先輩がいるんですけど、岩倉さんにほんまに落ち込んで、なんでわかんの相談しないですよ、岩倉さんも忙しいから。だけど自分がもうやばいって思った時にご相談させてもらって、大丈夫とかこう解決案を教えてもらったりとかしたら、じゃあ絶対大丈夫って思えるというか、自分の大好きな人、誰かに構わず相談するんじゃなくて、自分の大好きな人とか信頼してる人にお話を、その時は甘えさせてもらったりとかですかね。言ったら男に連絡したら悪くなるのはなんで、それな、なんでやろね。10分経ったんで、今からここに、乳液をオンしていきたいと思います。乳液もヤクルトのヤクルトデュー、ヤクルトデューじゃなくて、ラクトデュー、たっぷりいくらしい、染み込ませるって。どんな感じになるかな、どうする最高、こういう時間始めるな、皆さん分からないか、染み込ませます。はい、じゃあこれを裏返します。すごい、これはいはいはい、裏返して再び10分。あ、なんかあったかい、体温が残ってるからっていうのは書いてたけど、説明みたいなところにあったかい、なんか裏返したら。じゃあこっから10分置きます。質問返します。運転の荒い、男性にそれをやんわり気づかせる方法。でも多分私やんわり無理、え怖いっていうかも、え怖い朝、え無理みたいな感じ。私三半規管弱いからめっちゃ言うねんけどとかかな。 TikTok をやり始めた経緯ということなんですけども、私その TikTok をもう TikToker 芸人っていうか、あの感じやらせてもらってて、 TikTok 大好きで、 TikTok の皆さんに本当感謝してるんですけど、あの自粛期間中ずっとみんながお家におった時に、なんかあの家1グランプリっていうのが吉本で開催しますみたいな、でテレビ出れますよ、いな人はみたいな、なんかやってください動画で、なんでもいいんだよみたいな感じで、え無理やみたいな、動画したことないしみたいな感じで、毎日なんか応募期間が1週間ぐらいあったんですけど、毎日応募してたんですよ、1日1投稿ぐらいで。それの時になんか、まあ、初めてギャグとかなんかやってたんですけど、飲みに行きたいなと思って、飲みに、みんなが飲みに行ったりする世界に戻ってほしいなと思って、私がそう自粛期間終わったら見たいギャルの風景をやってみようと思ったのが初めです。でそれをこう、だから普段自分がずっとなんて見てきたとか、あのまあ経験してやってきたみたいなことを、自粛期間終わったらみんなでわーってやりたいから、それをやりたいっていう願望をずっと上げてて、でそれを TikTok にも上げ始めたら、なんかこう Twitter の時とか全然そんなめっちゃ反応いただけるわけじゃなかったんですけど、 TikTok をやり始めてから分かるって言っていただく声が多くなって、でなんかキュンですっていう感じです。はい、オチが難しいな。ギャルになるにはまず何から始めればいいですかっていうことなんですけど、自分ギャルですっていうことかなと思います。自分のことを、見た目とかね、なんか言い出したらそんな分かんないじゃないですか。自分の好きな可愛いことやってってことで、ギャルです私はっていうことだと思います。自分磨きのモチベを上げれる言葉、自己肯定感を上げることだと思います。私はもう多分見てくださってる皆さんより自己肯定感低い時期があったので、学生、ああもう自分で嫌い、ああ自分なんて、自分なんて、ああもうブスブス、無理無理、ああいいなあの子、ああ羨ましいなあの子、ああの子可愛いからいいなって、もう気が狂いそうになった時とかあったんですけど、その時やっぱ可愛くなれないですよねって思いました。なんかこう悔しさをバネにみたいなとかもあると思うんですけど、もちろんよりも時は私全然なんか
可愛いことがしんどいことみたいになっちゃってた気がするので、え、私可愛くねーみたいな、やばくねーみたいな。推しと好きな人の境界線、え、難しい。なあ、両方好きやもんな。まあでも推し、あー好きっていう人とは一緒にずっといたいなとは思わなくないですか？思いますか？え、でも推しやったらなるもんなんかな。なんかあんまり推しと仲良くなりすぎたくないっていう部分ないですか？なんか憧れて言い続け、なんていうかな、もう崇めたいというか、好きな人はまた別かもしれないですね。全く推しない人は私、あーほほほって感じですけど、好きな人とか結構ちょめってやったって言って、めってみたいな感じで、こうなんていうか、まあ簡単に理想と現実みたいな、なんなんやろな、わからんな。だって推しが付き合ってって言うとそれ付き合うやん、極論で言ったら。え、付き合うってなるやん。だ、違いとかあるんかな、わからん、ごめん。あ、じゃあ10分経ったんでこれを剥がしたらいいかな。はい、10分経ったので剥がします。なんかもちもちなってない？ほら、なんか光ってる。はい、やってみて、お肌もちもちになりました。まあお肌はちょっと汚いけど、ごめんなさいね、不愉快だったら。でもほら、プルプルプルってなってる、いい感じ。ということで今日の YouTube は終わりたいと思います。いつも皆さんありがとうございます。じゃあねー。Bye!